皆さんこんにちは、ペソでございます。転職期続きやっていきたいと思います。回数的には127回目かな、やっていきたいと思います。で、行動力がね11余ってるんで、ちょっと一人だけねスカウトしたい人が出てきましたので、ここにね、取り立て部署にね、ここにね、光秀さんがいるんですよね。府中にいるということなので、関東にいる人がいいよね。位の高い順、あ、家康さんにさせようか。うん、もうマックスで、はい、はい、てらっしゃい。おりゃ、おりゃ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 、あ、じゃあクモヘさんで行ってみようか。ああ、来た来た来た。で、どこにいらっしゃる？クモヘさんのいるところは、あ、ここだ。まあまだね、先行が溜まってないので、空港ですね、ごめんなさい。まあ70円からまずまずですね。極端に低いわけじゃないんですけどね。まあ登場だいぶ遅かったですからね、今回は。騎馬編成でも後でして差し上げましょうか。はい、ということで、まあそんなにパンと来ないでしょう。はい、あ、出ていいですよ。はい、あ、安永さんも、あ、エケさんも来た。あー、もう、まあそろそろね、本当は軍団生成したいんですけど、まあその前に、人物をね、どないかしないといけないんですけどね。さあ、ここね、もう下妻さん残しちゃってるんで、エケさん全然向いてらっしゃらない。テポはすごいと思う。あ、テポもいいか。完全に内向きの人ですよね。うん、ここも遠藤さんとかね、ももさんとかね、ここは和正さんのとこで、揃ってはいるのか、メンバー的にね。ただ留守番がいないんですよね。まあ野本さんも置いてってもいいんですけどね。ちょっと訓練ね、本当はしときたいところですね。
で、ある程度九州統一が見えれば、もう信長さんらを、ここだと、そういうことね。この2つになっちゃうんだ。向こうの城は多いけどね。ここなら、うまくいきゃ6つ取れるということですね。となるとやっぱり留守番が欲しい。で、誰かが余ってないかというところですね。伊藤さんと山田さん、ちょっと移動しましょうか。ここに、伊藤さんね。で、で、橘山に山田さん。で、ここに、流動資産。となると、こっちの島津さんもね、移動できるんで、島津さん鉄砲でもいいんだよな。ということは、ここだね。これ、内巻城でよかったんでしたっけ？ ここが徴兵結構できるんで。で、これを、今回ちょっと攻める気はないので、ここの場所で、77、高いですね。すごい質がいい。これ全部混ぜても58ぐらい、59か。まずまずですね。で、これを鉄砲に変えちゃいましょう。あと、秋葉はいらんか。タヌチも65だったら大丈夫なので、まずここで、施しね。お金も余ってるんで。中途半端になるね。いけるんか。じゃあ、行きましょう。うまくいけば6つ取れる。山田さん以外ね。
は伊藤さん以外。ないね。あー、こっちはあるんか。バファリンが持ってるね。さんか。こっちは土井さんはない。南の城に対
させたいんで、よいしょ、半兵衛さんと、うん、二兵衛はちょっと行きましょうか。近いのはこっちだからね。撃たれるかな、この場所だと。ああ、撃たれた。シカちゃん混乱。近づけねえな。よいしょ。バーバリンが撃ってこないね。あー、届かんのかな。さあ、とりあえず信長さんは入っちゃいましょう。
ければね。あらあら、うん、オッケー、これで伊勢くん、ここはね、カラジロなのでこっちから行きましょう。はい、落とせましたね。貨物場に退却か。あ、ここだね。どうだろうね、こう回った方が早いのか、ショートカットした方が早いのか。ここはもう入り口がここしかないんですよね。ここでね、徴兵を使って、うん、まあ、門開けまでですね。うん、これはでもどっちから行った方が早いんだろうね。123123、まあ破る扉は一緒なんですけどね、まあ、上からの方が若干早いのかな。半蔵さんに落としてもらいましょう。よいしょ。
はい、これで取れるね。で、ちょっとここでごめんなさい、途中ですけど終わらせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。それではさよなら。